天皇皇后両陛下が退位した後に一時的に住む高輪皇族邸を視察されました。午前10時ごろ皇居を出発した両陛下は東京港区の高輪皇族邸に入られました。来年4月30日の退位後、両陛下の住まいとなる赤坂の東宮御所はバリアフリー化などが必要なため、工事が行われる間、高輪皇族邸に住まわれる予定です。両陛下の滞在は1時間ほどで、建物の中などを下見されました。